の方です。今日はいつもフィリピンから。こういちスペースさんのこういちさんです。ということで今日こうちょっとレストランで食事をしながらいろいろお店の中も撮影させていただけるということなので、これからちょっとご飯食べたりしていきたいと思います。よろしくお願いします。レッツゴー。毎週土曜日、日曜日やってる、食べ放題のメニューですね。それが言ってたパラーボ。これ？これ？あ、これ？おお。今日は食事の用意ができたので、食べていきたいと思います。まずこの手前のこれがカルデレータ。次これが何だろうな、ボピース。で、あ、シーシックですね。これシーシックで、ソーセージみたいなのがインボティーグ。麺のスパゲッティみたいなやつがパラーボです。このスープは何だろう。車が空いてましたよね。そうですね、やっぱり車より公共バスだとか電車とか使う人のが多いんですか。結構高速は渋滞です。おお。しかも電話した時お宮来たじゃないですか。そこから混み始めちゃって。あ、そうなんですか。あ、で反対はびっちりです。うん、うまい。これうめえ。これうまい。うちのがよく作ります。結構フィリピン料理って口に合わない人が、ね、多いっていうけど、多分
それはジョリビーとかファーストフードのことが多いのかなって。ん？牛肉ですからね。すごいっすよね。牛肉みんな好きじゃないですか。でこれ味もちょっと日本人にも合う味付けだと思うから。魚ないんですね今日。ないっすね。みんな大好きなの。一つ皿がなかったんじゃないですか。 あれが多分チキン。ガイドにすげえいいガイドさんで全部ホテルまで。ああ言ってましたね。昨日見ましたと。散々ぐる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 回ってくれて、はい、そのガイドさんってどこで見つけたんですか。空港、港です。港もう並んでますよ。ああやっぱし空港にもすごいいっぱいいる。外出てきました。まあ今日とにかく日曜日でお盆休みっていうのもあってすごい人が多かったです。めっちゃ混んでるけど美味しかった。まあもしよかったら皆さんも来てみてください。それではバイバイ。Apo, apo. Doon sa inyo. Kahit sino kung nauto. Baka wala. Ako, walang tao sa bahay kasi.